どうも、アキです。栄冠9やっていきましょう。はい、というわけで今回は選抜決勝いきましょう。前評判は A でございます。はい、というわけで前回かなり熱い試合がございました。さあ今回も引き続き頑張っていきましょう。はい、というわけで前回練習効率上がってたし、まあ総合練習使おうよ。しさあ最後の選抜前に気合い入れます。これで頑張りましょう。おうおうおお、本当に練習効率上がってますね。一マスでこれはすごい。さあ嘘抜き、うるしゃら、米山、米山かな。米山にします。はい、で米山読んでいきましょうと思ったら富田がノリノリか。でもやっぱ米山読んでいきたいな、注目選手だと。そしたら 1,2,3 を誰でも走れるんで、よしこれでいきましょう。 OK、 さあ試合開始。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで土日2本投稿、さらにはチャンネル登録&高評価で PS4&パワープロ2018のセットが当たるプレゼント企画を行っております。この秋ゲーム TV の動画いつも楽しみにしているよという方はぜひチャンネル登録そして高評価していってください。さあこの3連休も基本投稿いきましょう。さあラスト総合戦略へ。いやー怖いですね、前回の試合があったのでなんか怖いです。はい、お、米田さん、これは皆さんご唱和ください。せーの、ぜひ白山高校へという選手ですね。はい、いやほんと緑徳の含め最高だな、これぜひ白山高校へだ。これで1年やば。野本、ぜひ白山高校へと言いたいところですけど、ポールEはいらない。うわピッチャーやばいですね。ただクイック F、 キャッチャーの方は69速球 C、クイック F は結構余裕で走れるかなというところで、これ1、2番誰でもいけるでしょう。よし、 OK、 4ということはウルシャラですね今の。さあ行け米山、勝ち込んだれ。おお、よしよし、3点先制。これは多分絶好調、ノリノリ富田のスリランじゃないですかやっぱり。おお、いいね富田。さあ打率4割超え、米山ホームランも6本打ってます。今年からレギュラーになったのに6本は素晴らしいですね。割とそのパワーと肩だけもう振っていくみたいなね、思い切った育成の仕方が合っていたのかもしれないですねこの選手には。はい、さあぜひ白山高校への箕田選手でございます。これはちょっと経験値も貯めたいしバント警戒にはします。さあ大谷、前の試合ちょっと崩れちゃったんですけど、まあまあなんとかここで踏ん張ろう。この試合で防御率1点台戻そう。最後選抜、よし OK。あ、ちょっと大谷からすると不運な部分もあったんだよね前回の試合は。あ、ちょっと伝令でスタミナだけしっかり上げときましょう。うわっ、バックホーム、よーし OKOK。 ここで横井の守備の悪さが少し光ってしまいましたね。平山だったら今の多分取れるでしょうね、積極守備の。あれだけ守備の上手い平山だったらちょっとこの台エラー多いわ。やっぱあの平山の台それこそ守備良かったですからね、あれと比べちゃうと辛いな。やっぱりファースト側の守備のうまさでしたもんね。あれに池山ジュニアもいたし。サード頼むよ富田、次は。おい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 、よかったこっちで、ね、富田頼むよ。さあセーフティーいきましょう。これは中津もただ投げさせたいんだな。38盗塁か、できれば40盗塁この大会でいきたいところなんですが、ここで出て39個目の盗塁を決めたい。おお、フィールディングがいいですねピッチャー。まあこれでバントです。ただこれで大谷につなぐ、打つ、おお球界の資本にそれをやめてくれ。あらららえ、大谷94とか5なのに走れないかこの場面で。結構 F だよ、ちょっとよく分からんですな、その辺よく分からんですな。
いや、米山は追い込まれるまでは引っ張ろう、これで。で、追い込まれたら、しっかりミートで当てていこう。両方できるバッターです。やばい、2点差は怖いので、ちょっと点を取りましょう。ダイソー、さあ、池永行きましょう。よし、これは走れる。OK。さあ、まあセーフティーをするんですが、まあ、育成枠というのもありますので、とりあえず稲村出してセーフティー。今日はちょっとセーフティーが決まりませんが、まあまあまあバントで OK です。もう一度セーフティーいくか。もうセーフティーしか選択肢がないですね、これ。よし、うまい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 。ピッチャーが取って、オッケー、ナイス。よしよし、オッケー。これは打たせます。さあ、広瀬、打ってほしいな。打ってほしいな、広瀬。広瀬がこのチームは引っ張らないといけないっす。よし、オッケー。さあ、39個目 ?8 個目の盗塁ですと。いい当たりだけど正面でした。まあ、ただナイス、よく1点取りました。相手の方がなんとヒットは多いという状況でございます。はい、ではまず堀江から守備に出しておきます。ここちょっと伝令使いたいですね。まあでも信頼度のこともあるので、こっちでいきます。さあ、奪三振10個、ただ球数が多いです。これは不運なところに落ちた。まずい。頑張れ大谷。もちろんスイッチしてもいいんですけど、育成のこと考えるとこの点差なら投げさせたい。なんかこれ打たれてるわけではないんだ、正直。正直そう悪いピッチングをしてるわけじゃないんだ。運が悪い。中間で、いや違うな、3点差あるし、もうゲッツーシフトでいいや。内角で詰まらせろ。でゲッツー。でも内角詰まらせるんだ。まあ1点はしゃあない。おい、やめろやめろ、変なエラーはやめろ。よし、これあれだな、外野定位置のゲッツーシフトとかまで指示できるといいんですけどね。今これ外野前に来て長打になるのが一番怖い。けどゲッツーは狙いつつ、オッケー、ナイスナイスナイス。よくこれ1点でしのぎました。ヒットはこっちの倍打っております、相手は。よーし、オッケー、いいね。さあ、米山、ここは点取るためにダイソー出しましょうか。盗塁も5なんで、いや違うな、熊谷盗塁 C だから、熊谷ナイスガイ、熊谷で。よし、で育成枠で、土がそのままキャッチャーに入れば OK。 ラッキーボーイ合格。まあじゃあこう打たせるか。さあ、ノリノリだし、富田頼むわ。まあ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 、最悪進塁だ。よし、こいで取ってアウト。高校チーム、さあ嘘抜き、ここで打てばもちろん、あ、しかもおい、3割切ってるやん。3割超えてたら小抜きに名前変える予定だったのに、しかも前回の試合で大嘘抜きにほぼなりかけていたし、これはちょっと逆に大嘘抜きパターンがあるぞ。三塁ランナー、選抜後に。一瞬一人だけキャッチャーしてほしい、チーム事情で。さあ9回、ちょっと一人だけキャッチャーして後ろに反らすな、絶対。初球打った、ファール。来ました、トミ
よし、オッケーオッケー。もう一人やってもらおうかな。というのも大谷のスタミナもちょっと怖いので、甲子園球場が酔いしれています、っていうのもあるしな。もう一人やってもらおう。で、大谷で投げ抜きたい、なんとか育成のことまで考えて、完投すれば特能もつきやすくなるし、さあ130球超えてるっていうのはもう本当はやばい。全国の監督やばすぎ。ただあの西谷監督も今年選抜ね、甲子園準決勝で柿木君ですね、155球投げさせ、その次の日に決勝戦も投げさせましたから。そう、あの西谷監督もやっていたこういうこと。大丈夫だ大谷、君ならできる、 You can do it! Yes! OK! いやー、ただ準決勝決勝とかなり熱い試合でしたね。この試合に関しては正直内容は相手の方がいいと、ただ結果で勝つのが秋山高校、素晴らしい。いや、ナイスゲームでした。いや、でもこの本当に選抜に関しては前回の準決勝、あの試合がもう全てでしたね。あれは本当に魔物も使わずよく逆転できたなと。メイクミラクル秋山高校と、いざとなったら球を出す高校だと、はい、改めてですね思った試合でございました。ナイスゲーム。とわに羽ばたけ、アクション青年。実況担当は堂前秀夫。やっていきましょう。うわ、栄冠は本当に心臓がもう持たないね。富田のやっぱスリーランが大きかったですね。それが決勝点ですもんね、しかも。はい。さすがノリノリと、はい、いうところでした。まあ大谷もよく本当に抑えてくれたでしょう。お、大谷人気者、やった。まあなんかその能力に影響するあれではないんですけど、確か星はでも上がるのかな。はい、人気者いいですね。大谷は人気者つかないとというところで、しかもこの試合でミート1個、走力2個、守備1個、コントロール1個、素晴らしい成長でございます。はい、よし、大谷も走力は十分ですね。これ積極走塁持ってるっていうのもあって、走力はしっかり上げたかったので、まあ、今年2番打ってるっていうのもありますし、これでとりあえず野手面はしばらく置いておこうかなというふうに思います。はい、うん、まあ3割打ってるし、まあミートもうちょっと上げたいですけど、本当は2番として。あー、どうしようかな、どうしようかな、ミートもうちょい上げてもいいな。どうしようかな。多分勝手に経験値入るやつは全部スローカーブに入っていってるんで、スローカーブ以外を上げる方がこううまく上げられる気もする。そうだな、この次の456で、まあただスローカーブを先に4にしてもいいな。いや、まあいいか、スライダー3とか、3ヶ月あればさすがにスライダー3ぐらいにはなるかな。フォークかスライダー3にして、いや、速球中心で投げさせるからな。で、コントロールも勝手に上がっていってるっていうのもあるし、意外と打撃面上げても良さそうな気がするな、これ。うん。まあ、変化量も上げたいけど、333にまずしてもいいけど、してもいいけど、意外とミートパワーから上げるのも全然あり。悩ましいっすね、これ。まあ、ただ足が速くなったことによってセーフティーっていう選択肢がより広がるので、やっぱとりあえず456は変化球を磨こうかな。はい。で、7でもしかしたらミートを上げるかもという感じですね。あと弾道4っていうのもあるので、パワー64じゃちょっと弾道4を活かしきれないっていうのもあるんですよね。ちょっといろいろと上げたい能力に関してはあるなと、まあ、いうところですね。はい。まあいいでしょう。さあ、というわけでございまして、本日の夜に生放送で入学式やりたいなと思っております。まあ人が集まるのをちょっと待ってではあるんですが、はい、できればなと思っておりますので、ぜひ皆さんご期待ください。そこまで進めておきましょう。ウルシャラミート S 行きたいな。平林はコントロール S 行きたい。さあ、もう走力はいい。まあやっぱり、まあちょっとフォーク上げようかな。2はやっぱ怖いですね。333とりあえずして、433を最低って言ってたんで、433できれば444。
ただミートパワー SS も行きたいと思っておりますので、まあちょっと育成に関してはいろいろと様子を見つつやっていければなというところでございます。はい、さあもうこの辺は全員アディオスです。米山以外全員アディオスです。何度、はい、おお、パワー上がったね。さあ肩もなんとか S までやってほしい。あ、そういえば1年生が来たらもう練習指示を絶対呼ぶって言ってたので、それだけはやっておきますね。ということでここちょっとほんのちょいだけ、あの要は指示できる場面なんで、ほんのちょいだけを何か指示しよう。補給、この1週間だけ指示できるっていうゾーンだこれ。じゃあほんのちょいゾーンでスタミナ上げよう。大谷ちょっと1回、はい、1週間だけ指示できるあのパターンでございます。この辺はもうアディオスですね。さあ横井は弾道を読んだからまずパワー A 持っていくべきなんですかね。はい、さあ嘘抜きちょっとだけ上げられるんだけれども、嘘抜きのこれからの育成結構悩んでる部分はあるんですよね。まあ補給はもう止めてもいいですし、まあ肩守備ミートパワーを A に持っていきましょうか。はい、さあ富田はもうちょっとだけ育成みたいなのもないかな特に。まあもう守備方をどんどん上げていきましょう。清田をダイソー。さあ広瀬は、あ、肩90になったラッキー、オッケー。ミート100いくのかな、どうなんだろう。一瞬ミートにしてもいいですけど、まあ得だとかあるんでいいか。はい、補給にして次守備とかでいいかな。よし、あ、これ補給も S いける。てかなんならパワーまで S、 盆栽でパワーまで S、 どうだアイテム使って最後パワー S までいけないかな。これさすがにきついか。ただオール A は余裕でいけそう。パワー以外オールん、パワーオール A、 パワー以外オール S ありそうっすね。はい、シガーはシガないな。これもう一丁、ここ1週間総力でもいいのか。よし、こんな感じでいこう。お、公式戦50連勝ナイス。この1回ね、100連勝をちょうどして敗れてからまた積み重ねてきております。ただもう最近はちょっと危ない試合めちゃめちゃ多いですけどね、いつ負けてもおかしくないんで気合い入れていこう。またあ、今思うと4月1日ともに忘れた気がする。まあ、いっか。さあ、アイドルもいるんで、これ練習指示だけはちょっと次回まで。あー、でも、そうか、感染。あ、じゃあ今感染使ったらよかったのか、変な話。それはあんま関係ないのか。どうせ上書きされるのか、そこで。はい。まあもうそこは仕方ないですね。ちょっと練習指示だけはしっかりと読んでおきたいなと思います。はい、そんな感じでございました。さあ、生放送で入学式でございます。いやー、ここで天才だったり素晴らしい OB 引いていきたいですね。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価お願いします。今日まあ7時ぐらいから生放送しようかなと思っておりますので、ぜひ7時に皆さん秋ゲーム TV にお集まりください。また次回の動画でお会いしましょう。アディオス。